はい、どうも皆さん、こんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、僕がね、今一番愛してるデッキ、ケイシマイ考察、サンダードラゴン編やっていきたいなと思います。で、この動画でどういうことを話すかっていうと、まず、サンダードラゴンってこういう風なデッキなんだよっていう風なレビュー。で、テンプレ構築の紹介。で、その時に各種手札誘発。例えば、クリボール、スカルマイスター、ロンギヌス、DD クローとか、あの辺とかの誘発、こういう風な相手に対して有効だよだったりだとか。っていう話だったり、あとは、例えばエクシーズ対こういう風なカードが実は入れ替え候補であるよとか、そういうね、候補カードの解説。まあ、この辺をこの2番のところとかをね、結構重点的にやっていこうかなっていう風には思ってます。で、その後、基本的な動きとしまして、まあ、サンダードラゴンの基礎中の基礎。まあ、ここ初心者向けですわ。初動このハンドどう動くみたいな感じの動かし方とかを話していきます。で、その後に環境デッキごとで、例えば対面この環境デッキだったらこういう風な先行盤面作るよみたいなところとかを話していきます。で、最後にネクロバレーの上からブラックフェザーをワンキルするみたいなところとかも話していきたいなと思います。最後にね、質問とかがありましたらコメント欄で受けたまわりまして、で、その質問拾って、まあ、後日動画にしたりだったりだとか、個別に直接コメント返したりだとかということをやっていきたいなと思います。まず、サンダードラゴンってどういう風なデッキなのかっていうと、まあ、一言で言うと、先行は硬い盤面で耐えて、後攻ワンキルを狙っていくっていう、先行も強いよっていう風なブラックフェザー。そんな感じのイメージです。ただ、ブラックフェザーと違って、後ろにトラップカードプラスネクロバレーを払えると、勝率がだいたい 10% ぐらいまで落ちます。これマジでめっちゃ落ちます。罠がなかったらね、ダイヤウルフとかアドレウスとか、その辺で潰したりとかできるんですけど、罠の妨害が入ると、小遣いが必要になるんですよ。だからそこがしんどいところかなと思います。で、対策札としましてはネクロバレーだったりデモンズチェーンだったり、まあ、その辺が、サンダードラゴンの対策札としては強いかなと思います。で、レビオニアをね、一度止めると盤面こっち固まっちゃうってことが多いんですよ。で、ただその後にエネアード出てきたりトレミス出てきたりみたいな感じで後続が続いていくっていうところもサンダードラゴンの強みなので、まあ、デモチェ一発で確実に止まるのかっていうとそういうわけじゃないんだけれども、ただ、かなり止めれるっていうところはあると思います。じゃあね、この、テンプレ構築の紹介に関しましてはちょっとリンクスの実際の画面の方で、カードの紹介とかやっていこうと思うので一旦そちら見ていただきたいなと思います。はい、ではここからはですね、ちょっとデュエルリンクスのアプリ内で解説などしていこうかなと思います。で、サンダードラゴンのレシピなんですけれども、これとあと追加で解説したいカードが結構あって、これぐらいあるんですよ。なんで、まあ、アプリ内で解説した方が早いかなと思ったんで、こっち側に移動しました。で、まずスキルとデッキ枚数について話していきたいんだけど、まずスキルは、レベルコピーが、まあ、ほぼほぼ主流、テンプレだと言っていいと思います。っていうのが、まあ、海外のサイトで、トーナメントの上位入賞レシピ52個あったんですけど、直近のやつが。で、そのうち46個がレベルコピーだったんですよ。なので、まあ、ほぼ大半レベルコピーだから、今回サンダードラゴンイコールレベルコピーサンダードラゴンっていうところで、解説などはしていこうかなと思ってます。で、デッキ枚数に関しては24ぐらいまでは許容範囲かなと思ってます。まあ、僕は今とりあえずこの20枚のもう不純物が全然ない、ほんまにサンダードラゴンの要素をプラスレビオニアだけで回してるんですよ。まあ、こっち側の方が事故率少なくて好きだなっていう風な思惑があってそういう風にしてるんですけれども、ただ、対応力っていう面では他のカード入れた方が上がります。なので、じゃあこのデッキが出てきた時はこういう風なカード入れたらいいみたいなところとかを話しながらね、やっていきたいなと思います。まず、ここに入っているカードに関しては、ドラゴン目覚めの成立は単純にレビオニア4枚目とかになる。まあ他にも一応理由があるんですけれども、レビオニアを使いやすくなったり、効果使いやすくなったりとかいろいろあるんだけれども、まあその程度にしておきたいと思います。で、ライトロードカードに関しては、後で講述するんですが、ライラとかライコーとかっていう選択肢も出てきます。で、エクストラに関しては、バーミリオンは、ライデンと、ライデン流サンダードラゴン、ここで作れるのでいいかなと思うので、入れてます。で、エネアードはね、必須だと思います。ランク8がレベルコピーだったら簡単に作れるんですよ。なので、1枚相手のカードとか潰しながら、しかも盤面に3000打点が残るっていうところは非常に優秀かなと思います。で、トレミスは、ぶっちゃけこれ2は入れたいカードなんですが、今回ちょっといろいろ枠の関係で、1に減らしてます。トレミスはね、普通に相手のカードを手札に戻すっていう効果もあるんだけれども、エクシーズ素材1個取り除いて、それとは別に、墓地に落ちている自分のカードとかもトレミスの効果で手札に戻すことができるんですよ。これが光の援軍とかライデンとかと相性めっちゃいいんだよね。で、光の援軍で例えばレビオニア落ちちゃった。じゃあそのレビオニアをトレミス効果で回収して、で、次のターンに、
レビオニアを特殊召喚しようみたいな感じのことができたりとかします。なのでトレミスは非常にね、使う用途が広いカードです。で、フォトグライドフォーカスホース、こいつも必須だと思います。こいつは聖騎士相手に先行で立ったら、相手は、モルドレット、ほんで、ボールス、この辺の効果使えないです。レベル5になるんで、聖剣つくと。で、なので、こいつは先行制圧のために必須かなと。アドレウス、これは、ランク5で作れるですね、モンスターなんですけれども、エクシル素材1個取り除いて、1枚表側表示のカードを割る。これで、ネクロバレー割ったりだとか、そういうのができたりします。で、同じような役割でダイヤウルフ。これは、ランク4ですね。これランクの違い以外に何があるかっていうと、アドレウスっていうのはエクシス素材1個取り除いて相手カード1枚破壊なんですよ。で、ダイアルフはエクシス素材1個取り除いて自分破壊しながら相手のカード破壊なんですよ。これね、自分破壊するんで、ダイアルフの素材って基本的にライデンとか、ここの獣プラス、雷鳥竜とか雷獣竜とか雷電竜とかじゃないですか。ここどっちも落とせるんですよね。つまり光闇を墓地に落とせるんですよ。そこがダイアルフすごい優秀です。例えば相手ターン中に雷電竜サンダードラゴン効果っつって使っといて、1枚雷電竜サンダードラゴンが墓地あるとするじゃないですか。で、ここの獣と雷鳥竜で、ダイアルフ作って割ると、墓地が雷電竜雷鳥竜ここの獣になるんですよ。で、その後にレビオニアを安全に着地させることができる。だったりだとかっていうことが使えます。アドレウスはエクシー素材1個しか取り除かないんで、雷電流効果っつって雷電流墓地に送っているとするじゃないですか。前のターンに。で、雷電流効果っつって送った後に、次アドレウスのエクシー素材1個取り除いて、モンスターを、まあ、カード1枚割るってやったとしても、もともと墓地に落ちている雷電流プラス、まあ、ここの獣とかで2種類しかたまらないんですよね。だから光闇が3体たまらなくて、レビオニアにつなげれないんだけど、ダイアルフはそこをつなげれたりとかするから優秀っていう風な、そんな感じです。で、サンダルホンはブルーアイズ相手に主に強いですね。こいつがいると相手は双眼の銀竜の効果とかでブルーアイズを特殊召喚できなかったりするんですよ。しかも効果破壊もされないから、ブルーアイズのメインの除去手段である効果破壊ができないと。なんでサンダルホンは次のターン生き返って帰ってくるみたいな感じで、2ターンブルーアイズの動きを足止めできたりとかするんですよね。そこが非常に強いって感じです。じゃあさっきのサンダードラゴン20枚だったんですけど、そこから足すんだったらどういうカードがいいかっていうと、この辺まずはカオスソーサラ、これはねやっぱ星6っていうのが偉いですね。トレミスを非常に使いやすくなるし、単純に手数が増えるって感じです。また口述はするんですけど、ここの獣とかない時とかに、光の援軍打つじゃないですか。例えばで墓地に雷電流とか雷獣流落ちるじゃないですか。でその時にさ、カオスソーサラ効果っつったら雷獣流とか除外したらそれが初動になったりとかするんだよね。しかもその後ランク6トレミス作りやすかったりする。しかもカオスソーサラの効果自体も非常に優秀というわけなんで、こいつは初動兼、フィニッシャー兼みたいな感じでいろいろ使えます。でトレミスになるための中継地点兼みたいな。だからカオスソーサラ入れるんだったらトレミスも2枚欲しいかなっていう風な感覚はありますね。で手札誘発はロンギ、DD クロウ、クリボール、スカルマイスター、これそれぞれ役割があります。まずロンギヌスは早いデッキ相手のワンキルを防ぐっていうことができるのと、貴重な光属性っていうところが優秀です。ロンギヌス使えばブラックフェザー止まるでしょ、でヒーロー止まるでしょ、ミラー止まるでしょ、サイバードラゴンのゲート止まるでしょ。めっちゃ強いんですよ。今の環境で早いデッキって基本除外ギミックが先行の初動に入ってくるんですよ。だから早いデッキ相手にするんだったら俺はクリボールよりロンギの方が強いと思います。でプラスもう一個いいのがあって、相手ターン中に墓地に送れるんですよ。だからレビオニアの素材とかを確保しやすいって感じですね。ロンギと雷電流持ってたらもうそれだけレビオニア、約束されたレビオニアが次降ってくるって感じだね。だからロンギヌスは非常にいいと思います。で DD クローは逆に炎王だったりだとか、あと聖騎士だったりだとか、墓地の聖剣だったりガルドニクスだったりっていうのが大事だったりするじゃないですか。あいつらを潰せれるのがこの DD クローですね。なので早いデッキ相手にはあんまり刺さないんだけれども、逆にそういう風なコントロール系のデッキとかに対しては DD クロがアドを取れてめっちゃ強い。しかも、墓地に落とせるってやつですね、闇属性を。でスカルマイスターも DD クロと同じような役割があるんですけれども、DD クロの方が直接除外するので強力です。でスカルマイスターはどういう風ないいところがあるかっていうと、まず豪気相手にネクロバレー払えててもスカルマイスターの効果を使えるので豪気の後続を止めれるっていうのがまず一つで、墓地に落ちた雷電流の効果、これも使わせないようにできますよね。例えば相手がミラーでシンクロとかしてきた時に雷電流効果、はい使えませんとかっていうのができたりします。であとは
聖剣を止めることもできるし、太鼓の白石も止めることもできる。まあ、ここは DD クローと同じなんだけどね。で、一番大事なのは、レベル4だから、ダイヤウルフ作りやすいっていうのと、1700打点あるってこと。DD クローにはできない、最後の1プッシュみたいなのが、捕まえはできます。そこは優秀だと思います。で、クリボールは、単純に防御札としては、分かりやすい防御札っていうところがあると思います。まあ、個人的にはクリボールよりロンギヌスの方が好きなので、今の環境だったら。あんまり評価はしないんですけれども、まあ、腐らないデッキ、腐るようなデッキっていうのがほとんどないっていうところがいいところだと思います。で、この今挙げた手札誘発のやつあるじゃないですか。この4枚。これは結構入れ得なんですよ。入れると、光の援軍とかライデンで、墓地に落ちるじゃないですか。例えば22ぐらいにして DD クロー2枚積んだりとかするとね。で、DD クロー墓地に落ちるじゃないですか。じゃあ、トレミスになって、DD クロー回収みたいな。で、次のターンに相手の、攻撃を一妨害できる。みたいなところとかが、できるので、トレミスと援軍と手札誘発っていうのはめっちゃ相性いいです。で、じゃあちょっと次別のところを見ていきたいんですけれども、よいしょと。ライトロード系のカードだったら、ライデンじゃなくて、ライラとかライコにしておくと援軍からサーチができます。で、ライラの方が BF とか相手には強いです。で、しかも星4だからダイヤウルフにもなりやすいです。で、ネクロバレーを割るっていうのが主な役割になります。ただ、豪気相手には、まあ、割とここを、潰されがちになるので、ライコの方がまだ豪気相手には仕事するかなっていうふうには思います。で、ただ、ライラとか、この辺に、罠を使わせて、で、雷獣竜とかを安全着地させて、相手を攻めていくっていう風なプランとかもできるんですよ。ゴーキって、罠が1枚しかなかったら、1枚ネクロバレで、罠が1枚しかなかったら、こっちが先行で動いてると、ライラに罠使っちゃうとさ、除外ゾーンにある雷獣竜とか蘇生されると、そのままワンキル取れたりとかするんですよ。なので、そういうシチュエーションを狙うんだったら、ライラも十分強いってかなって感じです。で、この普通のサンダードラゴン。この普通のサンダードラゴンは黄金筆の方だったら結構大事かなと思ってて、こいつがあると、墓地に光属性を貯めやすいって感じだね。ただ、レベルコピー型だったらほとんど採用はされてないなっていうところではあります。なので、黄金筆型を使う人はデッキ枚数ちょっと厚くなってもいいから、これを入れた方がいいと思います。で、なんで黄金筆型はちょっとぐらいデッキ厚くなっていいかっていうと、援軍っていうのは1枚初動であって1枚初動じゃないんですよね。一応もう1枚手札に必要なんですよ、カードが。で、落ちとかにも左右されると。ただ、黄金筆だったら確実に雷獣竜を除外できるっていうところがいいです。ただ、こういう風な手札誘発入れるんだったら援軍の方が、まあ、トレミスとのシナジーはあって、俺はいいんじゃないかなとは思います。で、コズミックサイクロン。コズミックサイクロンは、まあ、ネクロバレーが流行った時に、結局ライラとかライコとか、アドレウスとかダイエルフだったら、ちゃんと処理できないこととかもあるんで、まあ、あまりにも流行ってくる環境なんだったら、こいつは入れないといけないカードかなっていうふうには思います。こういう時は、まあ、援軍型だったら落ちたくないカード、要は魔法カードですね。落ちても美味しくないから、が1枚増えるので、そこが注意が必要なんですが、まあ、コズミックサイクロンっていうのは、ネクロバレー貼られるような相手が増えてきたら入れたいなっていうふうには思っているカードではあります。で、最後、エクストラ、3つ。祈願城。祈願城はね、ブルーアイズ戦で強いんですよ。バーミリオンになってたら、銀竜超えれないんだけど、祈願城だったら3100打点になるので、銀竜超えれるんですよ。なんで、そこがすごくいいかなっていうところ。で、ボルカザウルス。ボルカザウルスは、ランク5のモンスターです。相手フィールドの表側表示モンスター1体を破壊して、元々の攻撃力の半分のダメージを、相手ライフ与えるっていうやつなんですよ。なので、サンダードラゴンのミラー戦においては、ぶっちゃけ手札誘発、クリボール1枚で、ワンキル取れないことってあるんですよ。その時にボルカザイルスがおれば、ライフ削ってるんで、クリボール1枚じゃ止まらないよっていうシチュエーションを作ることができます。で、次、ティラス。ティラスはね、これもランク5なんですけれども、光属性で、こいつね、効果で破壊されないんですよ。で、バトルフェーズ、終了時ですね、戦闘を行った。相手フィールド上のカード1枚を破壊できるんですよ。なんで、こいつが豪気相手にめっちゃ強くて、豪気相手にこいつで殴りに行くと、相手は、まあ、ちゃんとしたデモンズチェーンとかの妨害札がない限り、土球部隊とか、そういうのは全部貫通なんですよね。暗闇を吸い込むマジックミラーとかも。あの辺貫通してネクバ破壊できるのがめっちゃ強いです。なので、ティラスは優秀だとは思います。豪気が増えるタイミングは。はい。では、お待たせいたしました。で、次ですね。この辺やっていきましょう。ですね。
サンドラの基礎中の基礎だったり、環境出来事の、先行盤面の作り方だったりとかっていうのをやっていきます。まず基本的な動かし方としまして、このここの獣、こいつ引いてる前提でじゃあちょっと話した方がいいかなと思うのでこうします。ここの獣とじゃあ雷獣竜、ここを引いてて、で手札にじゃあ雷鳥竜がいますとか、こういうハンドだったらどう動くか、まあ、超基礎ね。基本的なところでいくと、ここの獣召喚でこれ雷獣竜サンダードラゴン除外します。でここの獣を召喚成功時に雷獣竜除外したら一緒に雷獣族をデッキから除外できるので雷電竜サンダードラゴン除外します。これで雷獣竜の効果でここ特殊召喚で雷電竜の効果で1枚サーチっていうのができます。例えばこれだったら、特殊召喚を雷鳥竜にしてみたいな、で雷電竜の効果で雷合竜を手札に加えるみたいな感じことします。でその後これごめん、除外ゾーンだね。その後、雷鳥竜効果つって墓地に送って、雷獣竜を蘇生して、ってやれば、エンドフェーズ時に雷獣竜効果で出てきた雷鳥竜は手札に戻るので、こういう風な盤面っていうのができるわけです。まずこれが超基本的な動きね。で、雷獣竜と雷電竜引いてるときは、これで動かしていくんですよ。じゃあですよ。じゃあ、雷鳥竜しか引いてない場合どうするか。雷獣竜と雷電竜が手札にいない場合です。この時どうするかですね。この時っていうのは、ここの獣召喚で、雷鳥竜除外。で、一緒に雷電竜除外。で、雷鳥竜効果使わず、雷電竜効果で雷獣竜手札に回収します。で、雷電竜じゃない、雷獣竜効果で墓地に送って、雷鳥竜を手札に取っていきます。で、その後、雷鳥竜墓地に送って、雷獣竜を出します。これで、さっきと同じような場面になりますよね。っていうことができたりします。で、ちょっとじゃあ別のパターンやってみますか。ほんなら、こういうハンドとか、ありますよね。こういうハンド。じゃあ、これどうするか。あ、これよりも、こっちの方がいいかな。レビオニアの方がいいかも。じゃあ、このハンド。これとかだったら、まず、ここの獣召喚で、雷獣竜除外しますね。で、雷電竜除外します。ここまではいいと思います。で、雷電流効果で雷鳥流をサーチしておきます。こんな感じにします、例えば。で、雷獣流効果で出すのは、ここ、次、雷電流出します。ここに出すのは雷電流です。で、雷鳥流効果、つって、雷獣流出します。そうすると、エンドフェーズ時に雷電流手札に戻ってくるじゃないですか。じゃあ、相手ターン。相手ターンに、エンドフェーズになりましたと。じゃあ、エンドフェーズに雷電竜効果つって、雷電竜は手札から墓地に送ると、もう一枚雷電竜をサーチ、デッキからサーチできるんですよ。これで、除外ゾーンに雷電竜いて、墓地にも雷電竜いるようになりました。これで2色溜まりましたね。じゃあ次。そうだな。じゃあ、雷電竜アドバンス召喚。雷獣竜墓地に送る。こうすると、光闇が3体揃いましたよね。これで、レビオニア出せるわけです。3体除外してこんな感じです。わかりますかね。今のレビオニア引いてる時はちょっとパターンが変わってきて、あ、ちなみにこれ正解ってわけじゃなくて、こういう風な動かし方があるよっていうだけなんだけど、この時に犬召喚で雷獣竜除外して、あ、いつもの動きねっつって雷鳥竜をこうやって手札に持ってくるのってもったいないんですよ、墓地が超えないから。で、じゃなくて、雷電竜をここに持ってきて、手札に回収することによって、次のターンに1枚墓地に送れるっていう。そういう風な動きができたりします。じゃあ次ですね。環境デッキごとの先行盤面。これどうやって作っていくか。これはね、もしかしたら僕もまだ正解にたどり着いてないかもしれない。なんで、あくまで一つ参考程度として聞いていただきたいです。まず、聖騎士に関しては、先行はね、盤面作るとしたら、カメラ。プラス横に雷電竜か雷獣竜です。雷電は雷獣竜、どっちか出します。それが一番いいですね。で、カメラはなんでかっていうと、モルドレッドとかボールスとかの効果止めれるからですね。で、作り方としては、まあ、こんな感じのハンドだったとして、で、犬召喚、雷獣竜除外、で、デッキから雷電竜も除外。で、その後に、
雷鳥竜を特殊召喚、さらに手札に雷鳥竜回収ってやるじゃないですか。でレベルコピー使って獣のレベルを6にして、で獣とこれでフォトグライドフォーカスフォースを作るって感じですね。で雷鳥竜効果でここの獣を出すと硬いっていう。ただ光の援軍とか引いてる場合とかだったら、あのライデンがハンドにあるじゃないですか。ライデンがハンドにある場合は、僕はですけど、この後レベルコピー使った後にライデン出すとこれで盤面埋まるんですよね。それが嫌だから雷獣竜じゃなくて雷電竜出すようにしてます。雷電竜もちろん破壊してもらったら嬉しいし、雷電竜破壊されなかったら雷電召喚からバーミリオン作れるじゃないですか。それで、相手の盤面を制圧できるから、だから、僕は雷電竜出すようにしてます。バーミリオン出したら、ちょっとここバーミリオンの画像がないんであれなんだけど、雷電竜墓地行くので雷合流取ってこれますよね。だからそういう風なことをしたりしますっていうのが大切かなと思います。よいしょと。でごめん、1個順番逆になったんだけど、1個言っていいですか。これ基本的な動きで、光の援軍、例えばですけど、ここの獣とか引いてなくて、雷合流とか、雷合流、まあレビオニアでいいかな。レビオニアと光の援軍のパターンとかあるじゃないですか。こういう時だったら、割と光の援軍って、墓地にこういうモンスターとか落ちたするじゃないですか。こう、じゃあ、こう3体落ちたするじゃないですか。じゃあ、レビオニア召喚で、こいつら除外すれば、雷獣竜効果で、雷鳥竜取ってこれるし、雷電竜効果で手札に雷鳥竜も抱えれるので、これが初動になったりとかもします。というふうに墓地から除外するギミックがあるレビオニアとか雷合竜とかっていうのも、援軍と、重なれば落ち次第では初動になるっていうのは覚えておいた方がいいと思います。はい、では次はブルーアイズ戦なんですけれども、ブルーアイズはコスモブレイン多数、ブルーアイズで3100と3000打点で6100打点が飛んでくるっていう構築が稀にあるんですよ。で、それは孤高の獣とかライデンとかが短期でこう返しちゃうとキル取られちゃうんですよね。で、そうじゃなかったとしても孤高の獣と、ライデンだったら、例えばオルタナティブ、イニシエのルール、ブルーアイズ、プラスチューナーで、ワンキル取られちゃうんですよ。例えばさ、こうなってるじゃないですか。ここオルタナティブで破壊されるでしょ。で、その後チューナー出して、オルタナティブとチューナーでシンクロして、ブルーアイズ、スピリットドラゴンとか出るじゃないですか。で、イニシエのルールつって、手札からブルーアイズ出てきたら、スピリットプラスブルーアイズでワンキル取られちゃうんですよ。だから大切なのは、2体並べるオア、雷獣竜短期で返すっていう。そこが大切です。あのスピリット立てながら雷獣竜を効果破壊するのって相手まあ無理なんですよ。だから基本的に雷獣竜は最強っす、ブルーアイズ相手の先行では。でもっと最強な構えでいくと、あの光の援軍から入った時に援軍使うじゃないですか。援軍使って、例えばっすよ、例えばレビオニアが墓地に落ちたらするでしょ。これ DD クローでもいいっすわ。レビオニアが落ちたら孤高の獣召喚で雷獣竜って除外して、ついでに雷電竜も除外します。ここまで普通ですよね。で雷電竜効果で雷鳥竜手札に抱えながらこの場に雷鳥竜出します。でレベルコピーでここフォーカスフォースじゃなくてトレミス出します。トレミス出して、でトレミス効果使ってエクシーズ素材を一つ取り除いて墓地のレビオニアを手札に回収します。これで次のターンレビオニアを予約っす。これだったらさっきのブルーアイズプラスオルタナティブプラスイニシエのルールプラスチューナーだったらトレミス潰されちゃうんだけれども、そうじゃなかったら、潰されないっす。でトレミスだけがちょっと不安なんだったら雷鳥竜効果使って雷獣竜を横に出すと、これで、雷獣竜トレミスレビオニアができるって感じです。これめちゃくちゃ硬いっす。で、次レビオニアから入れるので、まあ相手からしたら、ブルーアイズからしたら、高校でスピリットドラゴン立たなかったら、ほぼほぼ次のターンワンキル捉えるっていう風な感じの相性差があるんですよ。だから、先行スピリット立たない確率も全然あるからさ、そう考えると、サンドラの方が有利かなとは思います。では次、VS デスペラード戦なんですけれども、これも、負け筋としては、マシンナーズフォートレスプラス、ツインバレルドラゴンで、
孤高の獣短期とか、あと雷電短期っていうのは潰されちゃうんですよ。なんでまあどうしても事故っちゃって雷電しか立たないとかっていうのはもうしょうがないんだけれども、基本的には2体並べるオア雷獣竜を出すって感じです。なんで、雷獣竜盾かもしくはまあ例えば雷電プラスバーミリオンにならずにこの雷電竜で止めるみたいな感じやね。その辺を意識しないといけないです。で、ここも援軍から入ってレビオニアが落ちたらトレミスになって、まあ、ちょっと雑なんだけどトレミスになってでレビオニアを手札に回収しておくプラス雷獣竜みたいなのが大切です。トレミス単体はブルーアイズよりも割と突破されると思います。フォートレスプラスツインバレルで突破になります。で次ミラー戦なんだけど、ミラーはカメラですね。このフォトグライドフォーカスフォース立てながら、孤高の獣を横に置くみたいな感じになります。こうすると相手はまずレビオニアとかではこのカメラ潰せないんですよ。フォーカスフォースで無効って言えるから。じゃあ相手は突破する手段としてはまずトレミスなんですよね。トレミスでこのフォーカスフォースを、ポンって戻してくるんですよ。でその後に殴ってくるんですが、雷獣竜を貫通するのは要求値めちゃくちゃ高いんですよね。だからミラーはこのフォーカスフォース、雷獣竜が強いです。で、手札誘発でロンギヌスが入っててロンギが落ちてるんだったらこっちが逆にトレミスになってロンギ回収で横にまあ雷獣竜でも何でもいいから出すと。でこれをすると相手は除外できないからレビオニアも出なければ孤高の獣入りもできないんですよね。で、相手のスタンバイフェーズにロンギ打つと。でさらにトレミス生き残るから基本的にこうトレミス抜けないんですよ。2700打点相手がサンドラがなるとロンギヌスもう一回回収して次のターンも動き妨害ってできるわけです。だからミラーのロンギヌスっていうのはめちゃくちゃ強いっていう風な感じでございますね。まあただ入ってない構築が多いと思うから基本的にはトレミスじゃなくて、フォトグライドフォーカスフォースプラス雷獣竜っていうのを立てていけば大丈夫です。はい、では次はですね VS ブラックフェザー戦、これ結構難しい対面なんですけれども、まあどういうのを作っていくかっていうと、基本的にはカメラ、こいつは守備、カメラ守備で孤高の獣を盾、これで返すのが俺は、カメラ守備の雷獣竜盾、これで返すのがいいと思います。なんでかっていうと相手が強いムーブされたら、まあ基本強いムーブ飛んでこなかったら大丈夫なんだけどさ、強いムーブされたらシムーン入りとかされたら、おろしでまずフォトグライドフォーカスフォースを盾にされるんですよ。でその後クロエンフェか、雷切りでここ割ろうとしてくるんですよ。でそこにフォトグライドフォーカスフォースが無効っていうでしょ。でその後に次クロエンフェか雷切りどっちか使ってない方を出してきて、でまあフォーカスフォースなりを割ってくるんですよ。でバーンっていくでしょ。じゃあ盤面が考えられすぐにパッと思いつく中であれなのはブラスト、クロエンフェ雷切りになるんですよ。でブラストの貫通が、雷獣竜に刺さったら痛いというか、まあ、死ぬから、だからブラストをケアして雷獣竜盾で出した方がいいんじゃないかなと思います。で雷獣竜を盾で出しておけば、ゲイルの効果その盤面だったら使われても1回で、こいつの効果、攻撃力ってもともとが山とかやったら2600になってるから1300なんですよ。でブラストで1900から1300で600食らってバーンって食らったとしても、その後に雷鳥竜出てきたら、クロエンフェに潰されて雷切りの攻撃2800でライフ600残ると思うんですよ。これごめん、これよりねもっと強い盤面がもしかしたらあるかもしれない。 BF 側がでも、まあ一般的に強いって言われる盤面だったらそれぐらい止まると思うんだよね。だから、雷獣竜は盾で出した方がいいと思います。というわけでカメラ横雷獣竜盾で返すっていうのが一番いいと思います。でカメラはまあほぼほぼ出した方が良くて、なんでかっていうと相手がシムーン入りじゃなかった時にエンシェントフェアリードラゴン飛んでくるじゃないですか。エンシェントフェアリードラゴンにネクロバレー払えたらしんどいんで、エンフェを止めるためにもこの、カメラっていうのはフォトグライドフォーカスフォースっていうのは出した方がいいと思います。
はい、で次ゴーキーなんですけれども、作る盤面としてはここの獣プラスアドレウスとかがいいんじゃないかなと思います。盤面の作り方としてはここの獣召喚で、雷獣竜を除外します。で一緒に雷電竜を除外します。でこれでこうなりますよね。で雷獣竜効果使ってデッキから雷電竜取ってきます。で雷電竜の効果で雷鳥竜を手札に抱えます。で雷鳥竜墓地に送って雷電竜をこう出します。で雷電竜と雷電竜でエクシーズ召喚で出すのがアドレウスっていうのがいいんじゃないかなと思います。っていうのが対面ゴーキーに対してはネクロバレーがやっぱり気になるからネクロバレーを突破したいわけなんですよね。なんでここを作ると、アドレウスを作っておくと。でここの獣は相手はツイストコブラ入りだったら抜けないんですよ。だからこいつ自体も硬いと。で仮に抜かれなかった場合まずアドレウスでネクバ破壊しようとします。でここ妨害入るとするじゃないですか。こうやってね妨害入ってバーンってやられるとするじゃないですか。で手札に雷鳥竜がいたら雷鳥竜効果っつってもう一回効果使うんですよ。で雷獣竜出すんですよ。で雷獣竜をレベルコピーで手札の雷電かここの獣を見せるんですよ。でレベル4にするんですよ。でダイエルフを出すんですよ。こうやってねドンって。でもう一回ネクロバレーを割ろうと試みるみたいな感じだね。だからネクロバレー全力で割りに行くって感じで、もしここの獣さっきのターンやられてるんだったら次のここの獣こうやって出してここでダイエルフ作るっていう風な、まあそんな感じになりますかね。で、ネクロバレーバーンってうまいこと割れたらそっからもうレビオニアでドーンってもう盤面制圧しに行く感じだね。ネクロバレーさえ割れたら、まあ、罠デッキ相手にはサンダードラゴン普通にあのレビオニアのおかげで勝てると思うからそれで潰していくっていう風な、そういう風なゲームプランになります。だからネクロバレー相手にこっちの手数1だったら確かに耐えられちゃうかもしれないんだけどダイアウルフアドレウスをできるんだったら、ネクロバレー飛ばせれる可能性っていうのも結構あるんですよね。ということで個人的にはダイアウルフが今1枠必要なんじゃないかなっていうふうには思います。特に KC とかでメタられたりとかすると、まあ、小図さえ引けたらいいけど小図さえ引けない時とかもまああるじゃないですか。そういうこと考えたらダイアウルフアドレウスはしたいなっていうふうには思います。で、もし、そのいう盤面が作れないとかもたつきそうっていうことであれば、まあ犬入り前提なんだけど除外ゾーンに雷電竜を置くっていう風なプレイングは心がけた方がいいと思います。でデッキと手札にも雷電竜を置いていくと、いつでもランク5を立てれる布陣っていうのを作るって感じだね。でデッキの中に置いとかなきゃいけないのはここの獣から入った時にこの雷獣竜除外するじゃないですか。パーンってその時にデッキから雷電竜出したいんだよね。でデッキから雷電竜出すさえすれば手札の雷電竜見せてここ星5にしてアドレウス作れるんですよ。だからデッキの中に、雷電竜がなくなるようなプレイング、要は手札にある雷電竜の効果パン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 使う感じだね。ネクバがありそうな相手にそれは危険だからやめた方がいいっていう、そういう風なちょっとした小技はありますっていうのが、まあちょっと豪気戦はね難しい。まあ相性的にネクロバレーがちょっと厳しいから、ネクロバレープラスマナデッキが、まあ豪気戦はちょっと厳しい戦いが多いかなと思うんだけれども、そういう風な勝ち筋を拾っていくって感じだね。で最後バレットネオスなんだけど、バレットネオスは援軍とか絡んで、レビオニア降らしたら勝ちなんで、援軍打ってレビオニア落ちたんだったらトレミス作るって感じだね。でレビオニア回収して、はい次のターンあなた死にますよっていう圧力のかけ方がいいと思います。でトレミスがもしこれいないときね、いないっていうか、まあレビオニアにアクセスできない、要は援軍が絡んでないっていうかでなればどうするかっていうと、意識しなきゃいけないのはカリグラがきついんですよ。でカリグラの弾を、墓地に置かないようにすること。例えばここの獣入りで雷獣竜と雷電竜除外、こんなんしたとするじゃないですか。で雷鳥竜を手札に抱えながら墓地、フィールドにも出す。ここまでは別にいいんですよ。で雷鳥竜効果で雷獣竜出す、これもいいんですよ。エクシーズとか変にしたりとかなんか悪いことしたらダメです。闇属性を墓地に置かずに雷鳥竜を手札に戻してきてターンエンドみたいな感じとかやね。まあ、これだったらプルガトリオネオスフュージョンでいかれちゃうんだけどね、これをしちゃうと。まあただそれはしょうがないかなっていうふうにも思ってます。では最後ネクバーの上からですね BF1 キルするっていう、動きなんですが、まあ基本的にこれは簡単で、ネクロバレーがあるってことは、まあ、エンシェントフェアリー1体だけドンって出てるっていうことが多いじゃないですか。
じゃあこれワンキルするのってめっちゃ簡単で、ここの獣入り、雷獣竜除外で一緒に雷電竜除外って感じだね。で雷鳥竜をここに場に出しつつ手札に抱える。でレベルコピーでここの獣をレベル6にしてトレミス出します。で雷鳥竜効果使って雷獣竜出します。でトレミス効果でエンシェントフェアリードラゴンをエクストラデッキにバウンスします、戻します。そうするとさ、トレミス2700、雷獣竜2400で5100ダメージなんですよ。ネクバー貼るときに1000回復してたとしても、これでワンキルってなるわけです。BF 側は、エンフェの横になんか出さないと本当はダメだね。で、もし、エンフェの横に出されてるんであれば、ここを途中で出すのが、雷鳥竜じゃなくて、例えば雷電竜とかにして、で、アドレウス作るとか、あとはダイヤウルフ作ってネクバ剥がすとか。みたいな感じの動かし方になってきます。はい、ではいかがだったでしょうか。これ KC マイ考察サンダードラゴン編でございました。まあ、最後の強引にね突破する手段っていうのは結構豪気戦でもやることがあって、相手が土球部隊しか後ろ罠がないとかだったら3体並べたら基本的にはキル取れたりとかするんですよ。っていうゴリ押しとかネクバ無視のゴリ押しとかっていうのもたまにあったりします。なんで、皆さんもね、サンダードラゴンを使っていく上で何かご質問ですとか、そういうのがありましたらコメントいただければね、コメント欄ちょっとしばらく見てようと思いますので、それでお返しなどもさせていただきたいなと思います。それでは今回動画以上になります。参考になりましたらぜひぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。